はい、みなさんこんにちは、オルキヌスです。今日もマリオカート8デラックスの実況をやっていきます。まずは 150cc の、ねじれマンションですね。ついにですね、レートがですね、9975か、レートが9975かな、確かになって、今日は多分、レート1万チャレンジ回に、なるかと思います。まあ、よほどのことがなければ、まあわかんないけど、負けなければ多分今日の4レースのどこかで行くんじゃないかなと、取れない思うんだけれども、おっと、さあキノコをもらって、前に赤さんがいるからちょっとこれ上がりづらいな。ただ上がっていこうか。おっと、さあ赤さんは消えた、いる。さあじゃあ立て直していきましょうかね。何言ってんだろう、キノコ。おっと、まだ赤さんがいたか。どうするこれは。もう前に出ちゃう、危ねえ。いや、バナナいいところ置いたな。さあネジマンはですね、ちょっとコイン足りねえかな。じゃあパックン使ってコイン集めをしつつ、ネジマンはですね、さあダブルアイテム取っていく。ネジマンは5落ちじゃねえな、4落ちを目指してるんですけど、なかなか4落ちができ、もう1個キノコだったね。やっちまった。うわー、赤さんかい。おっと、キラーにも攻めていく。まあネジマンは4落ちを、目指してるんですけど、なんだ、何が通った、トゲか。なかなか4落ちができなくてですね、1ラップ目はおっと3段まで出てくるが、1ラップ目は、一応落ちはできるんですけど、2ラップ目3ラップ目がめちゃめちゃ遅くて、4落ちがね全然できないという下手さ加減。さあここはもうキラーを使って、あとは、下行くんだお前、マジか。しかもコイン足りねえし。さあ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 、でどこまで、6位かな、5位か、 OK、 よく分かったな。おー16、これ次で、お9991と、これ次でどうやらレート1万いけるかな。さあ、2レース目やっていきますよ。 150cc の和量鉱山ですと。花ちゃん多いな、後ろも花ちゃんか。さあここで何位ぐらい取ればいいかな。まあ9、あと9でレート1万だから、まあ注意取れば無事にレート1万いけるんじゃないかと。おわー、やってしまった。これはまずいね、ちょっとまずいぞ。どうする、まあなんとか立て直していきたいと。まあ8位だしな、まあまあまあ全然全然。さあ赤を投げてもらい、キノコして、前にいるミノさんがちょっとやだな。さあ裏にキノさんがあるので、ここでコインを拾いつつ前に戻っていきたいところ。さあトゲキタメ引かれないようにちょっと真ん中からを外れて、赤、危ねえ、よかった、投げてくれた、助かった。さあここはどうするべきか、アイテム交換、キノコ3つあるが次でいこうかな。ちょっと微妙、わからないです。さあコインを集めつつ、これで10枚かな、よし。さあ、うわー、うめえ、うめえってか見てなかった後ろ。じゃあダブル取って、キノさんか。ちょっとね、久しぶりにゲームやるんですよ、4日ぶりかな。なんか同じことを前も言った気がするけど、まあ、そのおかげでちょっとグラグラなんですけど申し訳ない。うわー、うっすでしょ。もう4日とか5日ゲームやんないと、なんかうわー、バックミラー見るの忘れちゃうし、なんか今日も今日とてプロコンの機嫌が悪くて、L ボタンがね離れまくるっていう。さあどうする、どうする、どうする、とりあえずコイン集めていく。前と後ろ気をつけなきゃいけないが、何持ってんだ、ブーメランか。いやー、当たらないようにかわそうと思ったところをちょっと撃たれてしまった。どうする、
か、どこですか、これタイミングがわからん。次のアイテムで、まあダブル取れなくてもいいや。ここだ、OK。さあ、どこまで登るか。これ、あるんじゃない。あー、全然ダメだね。8位か。レート1万届かないかな。お預け。まあまあまあ、じゃあ次を注意狙えばいいだけのことと。じゃあ次のレースで1万目指していきましょう。はい、では、3レース目は 150cc のクッパキャッスルです。よっしゃ、じゃあここでレート1万目指していきましょう。クッパキャ、僕がねちょっと望んだら、いろんな人がね選んでくれてたおかげで来たんですけど、おーっと、ここはちょっと赤コーラ尻尾を噛んでしまった。あー、ぶつかる。あー、前打開コース走れないからね、まあ、あるんだったら前コースってことでね前を選んだんだけど、結局ちょっとなんか打開っぽいことをしなければならなくなってしまった。あー、今2枚乗りは失敗して、 OK、8位で割ったのはあんま良くないけど、あー、微妙ってか、トゲー。じゃあどうしよう。まあトゲは次で投げようかな。あ、コインちょうだい。じゃあここでトゲを投げて、あ、なんでドリフト入ってないんだ。ちょっとまあ赤か、後ろ赤なんで仕方ないか。機嫌が悪いな、プロコンの。そこだけね、どうにかしたいんだけど。さあ、もう9位で割ったんで、なんか、木野さんとか、出ましたね。じゃあ、ここは気をつけて、前のスターじゃね、8も気をつけて。早めにサンダーが来たが、さあ、ここでダブルを取って、前との距離を詰めていきたいところ。キノコが出ない。キノコが出ないのはちょっと痛いが、今1回ターボが出なかったが、どうしよう、6位か。8-1万目指すだけだったらもうこれで武装しちゃっていいんだけど、どうしようかな。まあこのまま武装していこうか。じゃあさっさっ、鉄球なんとか乗り越える。さあ、右のルートに行きますかね。トゲ来たんで端っこ寄って、うわー、食われたな。さあ、そこ、なんか食っている。あ、3位、あれ、なんで3位だ。そしてなんか1位がなんか食ってたね、なんか。さあ、ここは、あー、やっちまった。さあ、どうなる。ここ後ろに投げて、 OK、 なんとか防ぐ。7位ならこれレート上がるでしょ。 OK、 ギリギリ1万達成、おめでとうございます。なんとかレート1万達成です。ありがとうございます。はい、じゃあ最後4レース目は 150cc の、チクタクロックなんですが、レート1万は嬉しいしね、よくここまで頑張ったなとは思うんだけど、こうなってくると次の問題が、発生すると、どんな問題かというと、このレート1万を、死守しなければならないと。そこがちょっと大変なところではあるが、なんせね、1万1だからね1万1だから、これ下手したらねすぐレート9000に戻っちゃうんで、頑張っていかないと、なんとか死守したいところ。さあ、ここはもうミドさんで武装していきましょう。そしてニスクも行かず、とりあえずコイン回収かな。おった、後ろちゃんとバックミラー見つつ、どうしますか。コイン10枚あるし、まあ、そう、ここのすり抜けも痛いし、やはりちょっと JA 出なかったのもちょっと痛い。さあ、どうしようか。でもまあ、トゲ行くかね、それはいいぞ。さあ、前がクラ持ってるんで、ちょっと近づくとあれだな、あれだからちょっと端行こう。あ、やべ、オッケー、ダブル取ってと。あっと、キノコ取られちゃった。さあ、キノコが上がってきている。そして、
これ、怖い。危ねえ。危ねえ。あー、ターボが出ないな。ターボをうまく出す方法を知りたいが。さ、オッケー。なんか尻尾をぶつけたね。オッケー。なんか怖え。俺に来てないか。ちょっとこれはきついな。どうしようか。うわー、危ねえ。ベビーちゃんが、ブーメラン持ってるのでラインをずらして、あ、アイテムがない。そう、トゲには引かれないように。うわ、パックンで避難ない。パックンで避難しないで。あー、これまずくね。あ、これレッド落ちちゃうんじゃね。あ、まずくね。荒れろ、なんか荒れてくれ。あ、ダメだね、荒れてねえよ。これまずくね。あ、これまずくね。あ、オッケー、プラス2。あー、ありがてえ。高齢トビア、ありがてえ。というわけで、レッド1万チャレンジ、終了しました。ここまでご視聴ありがとうございました。